感染者の居住地域、行動歴に関する質問も多く寄せられていまして、中には相談を受けた担当者がですね、罵倒されるというような極めて残念なことも決して少なくなかったというふうに聞いているところであります。感染者の居住地域や行動歴に関するそういう状況がですね、はについてはもうこれは県が把握し、そしてまたしっかりと対応しているということでございまして、我々は分かりうる情報というのはその範囲の中でしか分からないということもですね、市民の皆さんにはぜひご理解いただければなと思っています。感染者の公表というのは保健所を所轄する自治体、新潟県でありますが、新潟県が行うことになってございまして、当市の場合はそれはすべて県が公表するという範囲の中で私どもが公表しているということでございますので、これも重ねて市民の皆さんにはご理解をいただきたいというふうに思います。またインターネットやですね、 SNS などで事実と異なる内容がですね、拡散しておりまして、感染した方やその関係者への誹謗中傷や心ない書き込みが広がっているところでございます。市民の皆様にはどうかこうした情報をむやみに転載拡大することなくですね、拡散することなく人権に配慮した発信をしていただくようお願いをしたいというふうに思っています。